テニード、テニード。どーん、頑張りです。今回紹介するスニーカー、こちらです。エアウォークの、こちらは箱なしで、最近ね、実家に帰った時に、小さなこう商店街にある靴屋さん寄った時に購入しました。で、これ1980円で、もっと多分5800円とかだったみたいで、最近そのバンズとかが調子いいみたいなんですけど、あえて僕はこのバンズが流行ってる中で、こうエアウォークを履くっていうのがすごいかっこいいかな。エアウォークはあんまりこう数が出てないので、それもいいところで、で、サイズがこれ 23.5 なんですけど、マイサイズがあったら僕これすごい欲しかったんですけど、現品限りで全部 23.5 だったんで、これのスエードバージョンのやつもあって、それもすごいかっこよくて、このエアウォークの A の刺繍がこちらに入ってまして、で素材がこう全体キャンバス素材になってまして、でアウトソールがこんな感じです。こうエアウォークメイドインチャイナで、キャンバス素材のものが確か5800円とかで、スエードの定価8800円とかなのかな。当時90年代ぐらいに発売されてたのもそうなんですけど、最近ここ何年だ、ここ1、2年ぐらい復刻されて発売されてたみたいで、これのテニスボール素材のやつが出てたんですよ。でオークションとかにも出てたりするんですけど、このテニスボール素材のやつとかすごい今探してるんですけど、ほとんど出てこなくて、こうバーって全部黄色でめっちゃかっこよくて、テニードすげえかっこいいんですよ。っていうことで、エアウォークとかマジでほんとハイセンスでマジかっこよくて、まあね、こんなのありようぐらいな感じで、懐かしいっすね。僕の兄がね、これのスエードのやつをね、中学ぐらいの時履いてたのかな。ということで、今回エアウォーク紹介させていただきました。こちら、まあ、時々ね、探してると出てきたりするものなんで、まああんま見つかんないかもしれないですけど、でこちらマジ鬼ドープでマジかっこいいと思うんで、もしね、どこかで見つけたら購入してもいいのかと思います。以上です。どー